はい、同人生活ですということで、絶対絶命都市2の方をね、続きからやっていきたいと思います。これはおそらくあれだろうね、このタオル掛けで引っ掛けて取るとはい、鍵束ね。あ、でも鍵束も一応ウェイトあるんだ。タオル掛けはじゃあ捨てようかなタオル掛けは多分もういらないだろうからね。で、この鍵束を渡せばいいのかな。鍵束を見つけてた。よし、これで。そうだ、囚人になんか結構優しいな、この人。部屋の奥のロッカーに君の所持品が入ってる。取ってきてもいいぞ。こういう事態になるとちょっと優しくなる。まあ確かに助けてもらったかな。まあこの後また捕まっちゃうかどうかは別にしていう話だよね。どれ錆びついてる。この鍵、これでこういうことか。なんか変なブーツが入ってるけどとりあえずショルダーバッグを入れて、これはなんだ、レースアップ。ああ、そういえば藤宮ちゃんもこんなのあれだったけど、ちょっとじゃあ装備するか。レースアップなんて履いてなかったと思うけど誰のアイテムだこれは。あれ待って、もしかしてだけど、なるほどね、裸足だったっけ。裸足だったか。そういえばそうだったなそういえば裸足だった気もしてきた。よっしゃ行こう。鍵束を見て、あれ部屋の奥のロ、いや、お前一緒にちょっと脱出しようこの人はここで死ぬのか、もしかして。急いでここから出よう。そうだね。大丈夫かな、なんかこの人死にそうな気がするけど、そんなことはない。これで、いや、ここは看守に渡すべきなんじゃないの、この鍵束は。この人が開けちゃうのは問題があると思うんだけどなんでドアップになってんの。あ、何をやってるんだ。それは人命救助。貴様は犯罪者を逃がすつもりか。そんな今だったら護送車でも呼んでこいよ。いや、しかし彼女は、もしこの凶悪犯が逃げ出したら、貴様どうするつもりだ。あ、手錠かけられた。鍵束を取り上げられました。申し訳ありません。大体だな、なぜ凶悪犯の命を助けなければならんのだ。うわあ、マジか、閉めんの、それはひどくない嘘。よーし、地下は全員避難完了したぞ。あいつ完全に厳重に鍵がかけられてる。え、ってことはさ、これなんかあれなんじゃないの、いろいろアイテムを使ったりする上で支障が出てくるんじゃないのかな。手錠をつけられちゃったら。てかさ、ここら辺って破壊したらどうなんだろう。ああ、装備してるから破壊できないのね。
やー、これはひどい。凶悪犯だから助けなくていいっていう考えはちょっとよろしくないと思うんですが、これはどっち行くんだ？こっちかな。こっちの廊下、ここはなんだ？面会室か。面会室には特には何もないな。じゃあなるべく濡れないように。ここは、あ、ここはさっきのところか。これ出られるのかな。もうある程度建物が崩落したら出られるとは思うけど。これは面会室の反対側ね。いやでもこの扱いはひどい。ほぼほぼね、これもうあれですから、冤罪が確定してますから。あの刑事相当なね、なんか裏で金をもらってる可能性があるよね。これ切れるの？あ、装備できる。嘘。それはすごいな。あ、そういう着方か。でもすごいぞその着方は。捜査報告書ね。多分自分についてのことだと思うけど。読む。2010年、はいはい。秋元ね。精神が安定していないためか、こちらの質問に全く応じず、黙秘を繰り返し、兄である佐伯聡の殺害を認める供述は取れてない。おお。で、凶器であるナイフと佐伯聡が着用していた衣服から指紋が検出されたと。はあ、ナイフね。ナイフからも指紋が検出されたのか。ほぼほぼなんかの陰謀だろうけどね。誰かが用意したんだろうね。わざわざこの子を犯罪者に仕立て上げて得をする人がいるのかな。まあ、自分がその犯罪の目から逃れるためにこういうことをわざわざやってね、犯罪をでっち上げたのかもしれないけれども。スープ、これ早いところ。あ、すごい、これ運べる。すごいね。これどこに持ってくんだろう。とりあえずこの部屋の中で使うってことはなさそうだから、こっちじゃないか。あ、そうね、なるほど。でもその前にちょっと取り調べ室を見たいから。取り調べ室、あ、なんかある。なんだこれ、目玉焼き、カツ丼コンパス。取り調べ室にカツ丼ってね。あれ、実際ないらしいですけどね。あの、取り調べで、まあちょっとカツ丼でも食えや、みたいなことは、ないらしいですけど。先言っといてよかったな。え、なになになに？水位の上昇が激しいな。早っ。めちゃくちゃ早い。はい、ということで、とりあえず脱出したけど。なんだってこんなことになってるんだ。あ、警察さん。金城川が決壊したからってこの地区に避難勧告が出るものなのか。知らないよ。あ、警察は辛いな。住民はもう避難してるのにな。あ、それが警察だと思いますけどね。ニラ沢駅の北口から避難バスが出てるって話だぞ。え、そんな。そんな見つからないものかな。まあいいけど、これ見つかったらやばいんだな。ああ、そうだね。お前はもう逃げられんぞ、観念しろ。ええー、
いいじゃん、護送車でこうちょっとね、安全なところまで連れて行けよ。捕まっただろ、消息不明って何それ。はい、ということで多分あっちには行っちゃいけないんだろうな。あ、なんかこっち来てるな。とりあえずここで隠れておこう。どこに行きゃいいんだろう。この後ろを通って行くなよ。この中に入ればいいような気がしなくもない。ストーブがないと死んじゃう。ストーブがないと死んじゃう。ああ、よかった。よし、とりあえずセーブもしたし、あ、傘だね。傘使える？黄色い傘っていうともうなんか一瞬で壊れた思い出しかないけど。そんな一瞬でもなかったけど、すぐ壊れたよね、黄色い傘。とりあえずあっちこっちにアイテムがあるな。ちょっと回収しようか。これは？あ、緊急持ち出し袋ってやつ。すごい、何でも装備できる。いやー、もうどんどんパクってんじゃん。不景スカート、え、装備してみる。ごまかせるかもしれないもんね。そんなことないか。あ、不景さんコスプレだ。もう完全に何してんの状態ですけどね。じゃあゴミ作っておくか。いや、もう帽子までかぶってもう完全に不敬さん、何やってんのみたいな。捕まってんじゃんこの不敬さん。鍋は多分必要になってくるから持っておいて、あとこの裏になんかあれ、あ、この裏にあったのがあれか。で、じゃあとりあえず傘を装備して、ちょっと分解しようかな。よし、とりあえずある程度もういらなそうな服は分解したので、どうだろう、あの警察がいない方向に進んでいくべきだと思うけど、どっちに行けばいいんだ。この塀の方でいいのかな。多分ストーブとかあるから塀の方へ行くんだとは思うけど、まあちょっと間違ってたら、おお。え、この人どう動く。ちょっと待って、この人はどう動く。あ、もしかして動かない。どう動くんだ、すごい気になる、ちょっと。え、来てる来てる来てる。ちょ、バレますって。多分あれ、回路だろうけど、使い捨て回路だろうけど、ちょっと取りに行けないな、あれは。うそー、超むずいじゃんこれ。こっち来てる？案外、こう、視野が遠いっていうか、え、ちょっ、こっちなんもないじゃないですか。待って、これきついわ。あっちの人見つかんじゃねえの、これ。まずいって。
あっちに行ったらちょっとバスの方に移動してみようかな。まあ使い捨て回路はしょうがないね。もうあれはちょっと捨ておくしかない。走れるかな。よし、走れた。オッケー、多分こっちだろう。そうだね、塀が壊れてるし。あー、あっちに警察いるから行かない方がいいな。まさかの不敬さんコスプレなのに捕まる可能性があるからそこはちょっと許してほしいもんだけど。なんだこれ、コンパスか。いてついたコンパス装備しとこう。反対側にもなんかあるけどね。なんだこれ、ちょっと待って、なんかエキスが染み出してる。危ない、多分爆発するぞこれ。まあエキスが染み出してるってよくわかんないけどね完全になんかあの燃料的なもんでしょ。エキスじゃないよ。わあ、警察署これはもう完全に器物破損ですわな。何？何この二人は。あのウェイトレスの服貸してもらえなかった人も、なんか下落ちてったけど落ちてったけど、嘘、いいのこれ。なんか人殺した可能性が出てきたけど、これまあ炎に触ったらうわーってなるだろうから行かないけど。うわー、これまさかの、しかも警察慌ててないっていうずっと話してる。アイテムゲット、救急セットか。うん、全然慌ててないねあの人。立ちっぱ。ああ、こっちはいけないな。これ越えられる？越えて、でもおそらくなんかあの人いるから大丈夫でしょ、きっとね。きっと大丈夫だと信じて。回収おじさんもいるけど、回収おじさんに何にも預けてないからな。回収、あれ、何も入ってない。え、どういうことだこれ。あ、回路ある。そのあれか、同じ場所の箱からじゃないと取り出せないっていうことか。あ、じゃあこのおじさんに預けてた方が良かったのか。なるほどね。回路はまだもうちょっと待とう。濡れてるからな。なるほど、あのおっさんだとこう各地に移動してるから、その移動した先でね、出会ったらその預けてあったアイテムを手に入れられる可能性もあるだろうけど。貴様、最近行こう。待てこいつ何なのこいつ。緊急事態発生、凶悪犯が脱走した。至急応援頼む。いやー、なんだろう、なんかあれなのかな、犯罪者を逃がしちゃって、それで何か悪いことが起きたってトラウマでもあるんだろうかね。ものすごい執着心というか、うん、怖いな。はい、じゃあ次回はこのニラサワジオセクション、多分あの前回の主人公で、あそこにいますけどって言っちゃったのがなんか関係してきそうな気がしますけど。はい、ということで今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃまたな。そこの車の陰にいますけど。そこの車の陰に